it is simple, light, water, and temperature, but to control by the artificial environment is very difficult. Because everything's out of the nature, then we have to bring it over into the basement. So that is the difficult part.植物はですね、まあ、光とか温度、それから根に肥料を与えなきゃなりません。その与えなきゃならないその肥料の条件とかですね、そういう基本的な条件が揃っていれば、どこでも育つわけですよね。一定の光の強さと温度が例えば20度から30度の間とか、窒素リン酸塊の肥料を与えるとということは、地下でもですね、そういう条件を与えてやれば、ちゃんと育つわけです。それからもう一つはね、OL、IT で結構疲れてますよね。もうビジネスマンも、もう頭も痛くって、もうみんな悩みの種でしょ。そういう方々がここで癒しを、その目的に土を触り、そして自分の作ったね、その野菜でサンドイッチだとか、まあ、ちょっとしたものを食べてもらうんですよね。それでもってまた元気になってもらおうと。かつ農業に興味を持ってもらう。もしできれば将来その農業の方にみんな、まあ、目を向けてもらって、そして日本の自給自足率も上がればいいと、こう思ってはいますね。